皆さんこんにちは。こんにちは、テニスのいろいろお話しする番組テニチューブ始めたいと思います。はい、本日はテニカジです、はい、お名前は、はい、あ、テニマカンパニーの横山です。よろしくお願いします。テニカジということで、はいはいはい、ではスタートします。6分、はい、今日はですね、ちょっとあのいつも我々を応援してくれる、はい、あ、はい、酒井さんという方がいらっしゃるんですけども、はいはいはい、その方がですね、本当にありがとうございます。こんなですね、開けましょうよ。あ、いいですけど、もったいなくてです、開けるのは。いや、俺も開けてないんだよ。僕も開けてないんですよ。でもね、はい、子供が結構、はい、ちょだいって言うから、そう、はい、まあ、でも開けて使わなければちょっと意味ないですからね、はい、取っといちゃう、はい、こんな可愛いですね、はい、テニマンの、はい、見えますかね、テニマンのキーホルダー作ってくれたんですよ。はい、見えてるかな、はい、見えてます。可愛いですね、はい、あなたそっくりです。はい、はい、そうですね。で、これあのくるくる回っちゃうな、はい、いや、僕らあの販売するわけじゃないんですよ。お客様にね、その酒井さんって方に作っていただいたので、うん、これ何でできてるかって言ったら、うん、飴でしょ。いや、僕も最初は飴かなと思ったんですよ。思いましたね、はい、食品サンプルあるじゃないですか、はい、食品サンプルを作ってる会社の方に、はい、まあ、知り合いの方がいらっしゃるみたいで、あ、はいはいはい、その方に作ってもらったみたいで、どう思います、こういうの作っていただいたんですよ、マジで。そうなんですよ、うん、ね、数量も1個ずつではなく、はい、結構量作ってくれてですね。あ、そうなの。あ、もちろんすごい大量ではないですけども、はいはいはい、いや、もちろんあの作る時にあの勝手に作っていいのかなっていうふうに思ってたっていうのを、うん、塚谷さんおっしゃってくれたんですけど、いや、本当にありがとうございます。これを、受け取って家持って帰って、はい、置いて、まあ、気づくだろうなと思ったら、あのうちの娘が、はい、テニマンだって言ってました。はい、私も初めてこれ見ましたけどね、はあ、はい、初めて見ました。あ、見ました、触りました、はあ、なんか出してなるほど、ね、はい、はい、どっかにつけたいなと、ポッと1個置いてましたよね。あ、ほんとですか、はい、どっかにつけたいな、ちゃんとバランス取ってあるでしょ、ちゃんと、はい、はい、あ、そうなんですか、はい、ちゃんとほら顔になってんじゃん、はい、バランス取れる、だってこうなっちゃったりしたらさ、うん、なるほど、そうありがとうございます、酒井さん、本当に、はい、はい、あの紹介できてよかったです。そうですね、はい、これを今あの、横山さんはメルカリでガンガン商売してるんでしょ。そんなことしたら怒られますよ。近所もあれでしょ、公園とか練り歩いてるんでしょ、子供にいるいるとかって、待っているいや、こういうのをね、いただいたんで、はい、そう、色はね、ストラップの色はね、4色あるんですよ。そうなんだ、はい、グリーンと白とこの水色と、あとこれはゴールドかな、はい、はい、そう、いや、本当もうありがたいです。いや、あのたまに言われるじゃないですか。いや、それこそ僕らこういうね、うん、パーカーを作ってて販売しないんですかとか、してくださいとか言ったりとか、実はあなたがしてるっていう噂もある。してないですよ近所の公園でちっちゃ、あの狭いですね、胸ところ、あの高速降りたところこっちもねやめてくださいよ。いや、でもありがとうございます、はい、あのいや、もうこの作ってただけ気持ちがね、うん、何よりも嬉しいですよね、本当に、はい、いや、ますます頑張んなきゃなって思いますし、あのそう見ていただいている方にね、はい、あの恥じないようにというところでは、そうですね、本当にありがとうございます、はいはい、なので今日はちょっとあの商品ではないんですけども、はい、そうですね、まあ、売ってるものじゃなくて、はい、あのカジュアルにということですね、はい、そうですね、はい、ちょっとまた取っちゃってますけど、はい、こちらをちょっとご紹介どうしてもしたくてですね、はい、まあ、それ以外にも、はい、あの府九州の久野さんという方が、はいはいはい、あ、僕らの一回ね、はい、顔をモチーフにした写真、はい、あのデザインして、はい、あの、はい、T シャツ作ってくれたじゃないですか、はいはいはい、この T シャツを作っていただいた方が今なんかあのパーカーだ、パーカーを、ね、作って、みんな、はい、いろんなところでなんかジップのね、はい、でいろんな色があって、はいはい、そうです、あれジップでしたっけ、ジップアップだったジップ、うん、はい、だからいいなと思って、はい、はい、そうですね、ただあの背中にね、あの左肩甲骨あたりに横山さんの似顔絵があって、はい、右の肩甲骨下あたりに私の似顔絵があって、であれを着てね、ちょっとクレームがあったらしくて、あの着てダブルスで全員立ってたら左の肩甲骨ばっかり狙われる、それもペアにねペアがどうしても狙っちゃうって、あれを見ると、はい、見ると左の肩甲骨だけを狙って、うん、そこにはだからあなたの顔だけもうなんか取れていっちゃってる思いますよ、あの寝てる時は脱ぎましょう、うん、あのね、勝ちたいじゃなくなるんだってそこに当てなくなっちゃうってはい、あのちょっとね、Facebook とかで載せていただいているので、うん、ぜひぜひ見ていただければなと思いますけど、はいはい、そんな応援もいただいていて、そうですね、はい、ありがたい限りですよ、はい、本当に、本当ありがとうございます、ね、この間もね、はい、前職の時にお世話になったコーチの方にお会いしに行った時に、うん、はい、たまたまね、いつも応援してくださっている、そうですね、はいはい、方にお会いできて、そうですね、はい、
感激させていただいたのを覚えてます、はい、本当ね、うん、そういう皆さんがいてくれるから頑張れるって言ってもおかしくないぐらい、はい、ですね、特にここは我々趣味でというか、はい、何か情報発信ということでやらせてもらってるところなんで、はい、そのモチベーションはそこからなので、そうですね、変わらずこれからもよろしくお願いします、はい、ということで、本当に坂井さんがいただいたこちらなんですけど、はい、もちろん数量限定ですけども、はい、何かにはちょっと使っていきたいなと思いますんでね、本当それは活用させてもらえるかと、はい、売るんじゃないでしょうか、まず絶対しませんよ、そんな数量限定ですって公園練り歩くんじゃないだろう限定だぜとか、ね、子供に僕そんなキャラでしたっけはい、いやでもね、ぜひ、はい、応援してくださる皆さんには持っていただきたいなと思うんでね、はい、はい、そうですね、かわいいですね、はい、なんで、はい、はい、あ、もうやばい、時間がやばい、はい、はい、今日は本当にこの辺で終わりたいと思います、はい、今日は本当商品ではなくこのね、いただいたものの、はい、ガラガラ汗で終わるかもしれないです、はい、ガラガラ汗で、はいはい、いいですか、はい、それではガラガラはいいのいいですよ、ガラガラ見たいっていう人もいるかもしれないから、それは違う番組で作りますよ、はい、本当にありがとうございます、はい、はい、これは私も身につけたいと思います、はい、はい、それでは皆さんさよなら、さよなら、時間内に終わっちゃった。